はじめまして、高畑莉子と申します。今回よりこのチャンネルのナレーションを担当いたします。はじめに、このチャンネル TK2016 の TK はテックキンドルということにしたそうです。それではよろしくお願いいたします。ナレーション付きの最初のテーマ、この100円プルバックカーを徹底的に改造してみます。まずは外観から。モデラーの人に塗装をお願いしました。表面仕上げです。さすがに綺麗ですね。今回は LED とマイコンで、昭和の人ならわかるナイトラギフンギフンのあれを入れてみます。制御用マイコン開発、環境は MP ラボ X C 言語を使います。マイコン回路をブレッドボードで組み、ライターはピックキット3です。回路図はこのように、ピックマイコンの IO で LED を制御します。最初は通称 L 地下、マイコン開発の基本です。LED がチカチカして L 地下です。最初にこれが動くとホッとします。次にちょっと凝って LED スクロール、普通にスクロールしてますね。できるのですね。ちょっとそれっぽくなったかな。ところでナイトラのあれは複数のライトが残像的に動きますよね。それを実現するのがこの PWM による明るさ制御とタイマー割り込みです。 PWM の原理です。 LED のオンオフを高速パルスにして、パルス幅によって明るさを操作します。タイマー割り込みはマイコン内蔵タイマーにより定期処理をします。タイマー割り込みと PWM 制御を入れてみました。ここがタイマー割り込み処理、この中で PWM 制御をします。だいぶそれっぽくなりましたね。ここまでできたら、同じ回路を小型基板に移します。
ナーに入れてみます。雰囲気出てますか？暗い方が分かりやすいかな。ガルウィングを自動化するそうです。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくださいね。